リアルモードブートローダーの16進、数ランプ実行ファイルとは、コンピュータがタスクを実行するための解釈可能な命令を含むファイルである。実行可能ファイル、実行可能プログラム、実行形式ファイル、あるいは単に実行形式とも呼ばれる。これと対になるのがデータファイルであり、これは実行ファイルにより解析されることで初めて、コンピュータにとって意味があるものとなる。 実行ファイルかどうかの厳密な定義は文脈によるところがある。命令とは多くの場合、特定の CPU の機械語を格納したバイナリのことを指すと呼ぶこともある。場合によってはインタプリタに解釈させる中間コードやスクリプト言語も実行ファイルと呼ばれることがある。また、オペレーティングシステムによっては実行ファイルであることを示すファイル名の規約が存在する。 あるいは、ファイルのメタデータで実行ファイルかどうかを示す。実行ファイルは、人間が理解しやすい、高水準言語のソースコードとして、ソフトウェアを開発する方が格段に楽であるが、機械語を手組みすることも可能である。場合によっては、人間が解読可能であるものの機械語の命令セットと密に関連しているアセンブリ言語をソースコードとして使うこともある。 高水準言語は実行可能な機械語ファイルか実行可能ではないオブジェクトファイルにコンパイルされる。アセンブリ言語の場合はこの過程をアセンブルと呼ぶ。オブジェクトファイルをいくつかリンクして実行ファイルを作成する。オブジェクトファイルは実行可能かにかかわらず一般にエルフ等のコンテナフォーマットに保存され生成された機械語はテキストセクション データセクション、ロダタセクション等に分割され構造化される。オペレーティングシステム、ファームウェア、ブートローダ等のシステムによって実行されるには、実行ファイルはシステムのアビに従う必要がある。最も単純な形としては、ファイルをメモリに読み込みアドレス空間の最初に移動して、そこから実行することであるが、より複雑な場合は実行ファイルには別々の、 エントリーポイントを指定する追加のメタデータが付属する。例えば、ELF ではエントリーポイントはヘッダーの E エントリーフィールドに格納されており実行を開始するメモリアドレスを指定している。GCC ではこのフィールドはスタートシンボルによりリンカによって指定される。実行ファイルには通常ランタイムシステムも含まれておりランタイム言語機能や 特定のオペレーティングシステムのシステムコールを呼び出し、引数や環境変数を渡し戻り値を得る、命令セット、そしてファイルハンドル等のリソースを開放して、開始、終了処理を行う機能が含まれる。C では実際のエントリーポイントを含み、ランタイムライブラリーを呼び出し開始、終了処理を行う CRT 例オブジェクトをリンクすることで実現している。実行ファイルには、 実行に必要な環境についての情報、デバッグ情報、シンボル情報など、ソースコードから生成される機械後プログラム自体に含まれない情報も多く格納されることがある。場合によっては、例えば組み込みシステムの開発やコンパイル、リンク、ローダの動作を単純に学習したい場合と、これを省略したい場合がある。C では、通常のラインタイムを省略することができ、 その代わりに明示的に、リンカスクリプトを指定し、エントリーポイントを生成して、メインを呼び出したりカーネルに終了コードを返すといった、開始、終了処理を行う。実行ファイルは、プロセッサ固有であるだけでなく、オペレーティングシステム固有でもある。ありがとうございます。